ーズヤッカー対決。やったー。じゃあもう行こう。第2期ウィナーズで選ばれた精鋭たちに来てもらってる。よしよし。あれはコンビニの？海外います。海外。カタカタでねって言ってるらしい。カタでね。ちゃんとコンビニのせいはあいつ。半袖。いやいやいや。第2期ウィナーズ。暑い寒いどっち？めちゃくちゃレベル上がってるから。気合い入れんとさ。はい、ということで新年一発目のねヤッカー対決やっていくんですけど、2区入れたチームリズム対第2期ウィナーズで試合やります。ありがとうございます。今日あの第2期ウィナーズメンバー人数多いんで4回制でいきます。おさらいすると、真ん中のゴール2点、で大ゴールが1点と3ストライクでアウト、緩いゴロだけでホームラン、外はアウトです、もう全部。ケイスケは両チームの助っ人キーパーとしてずっと出てもらう、はい、で、ケイスケはどこの位置に配置するかはそのチームが決めてください。使わなくてもいい。使わなくても大丈夫です。絶対使え。で、そっちの監督はマキが。よっしゃ、はい、終わった。だから打順とかも全部決めて。第2期ウィナーズの監督候補なんで。はい、そうそうそう。はい、そ, それでは行きましょう。お願いします。はい、こう来て、この辺に来たら打つだけ。そういうことか、ごめんごめん。俺らホームチームだから高校でピンクボールじゃないで。作戦あります。あります。作戦部どうしような。普通にシュート打ってネット揺らすだけです。めっちゃシンプル。これぐらい、これぐらいで、キーパーがピッチャーの役目するから出したらそのままキーパーになる。うん、前進とか OK なんで。爪はありですか？爪なし。爪なしだけど、例えば大ゴールの方のキーパーが弾いて少年4に入ったら2点です。よっしゃー。マジか。だからカバーもしてください。はいはいはい。打順は、打順監督、梅谷からですね。じゃあ梅谷が。稽古サイズが稽古絶対あるない。でもイケメンすぎる。だからイケメンいらんねん。どこがやねん。めちゃくちゃイケメン。肌綺麗やな。相変わらず肌綺麗ちゃうねん。ガッサガサや。ここで大根乗せるなんでやねん。敬語めちゃくちゃ穴っていうフェイントして、あっちの右側がケイスケとか。プレイボール。バッチかい、バッチかい。頼むよ、ちゃん。おい来てた。来てた。いや止まってたけど。止まって。行きます。あげる、あげる。じゃあ行こう。うわ、うわ、あー、いけ。ちょっと弱かったが。惜しいね。キーパーうま。翔ちゃん行こう。翔ちゃん頼むよ。これね、ここ行って、行って。左バッター。はい。うわ、そういうことね。わあ、守備配置変えてきた。やらしい、やらしい。監督が試合を大きくしてますよ。勝手に言ってください。タケルキーパーいけるタイプ。タケルお前見たことないね。投球練習、投球練習。あのキーパー弱すぎるな。あー、いいボール。止まる止まる止まる。もうちょっと近くてもいいよ。あいつでも絶対入るよ。あのキーパーお願いします。タケルバイは頼むぞ。こうこう。まあ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 。ヤッカーの恐ろしさは分かってないね。あ、来たぞ。待って、ガリッと8割、ガリッと8割。そこ行くから。タケル頑張るよ。とにかく、一回ね。おー、怖いね。ちょっと見せかけて。止まるんじゃない？ナイス、タケル。はい。うわー！ヤッカー0点ってあんまないじゃん。よーっ、すごい。あー、これ危ない。頼む。うわー、危ない、危ない。頼む。うわー、いいぞ、かける。いいぞ。じゃあ、2階の表炎上、炎上行こう。よっしゃ、あー、来ました。やばい、デビュー戦決めたい、決めたい。うわー、忘れてた。そやあいつキーパーうまいんや。キーパーうまっ。ナッチもうまい。ナッチもうまい。だけど、ちょっとこ、そろそろ。
よお前顔だけやないか決めんな俺らの唯一の可能性がしゃあないよ監督の期待に応える俺も第2組は大丈夫かおい女の子やったか。やめよお前。ありがとう。いってないか。弾丸も弾丸。ちょっと。はい。手が小さすぎてこうほぼこう。そんなちっちゃい。そんなブーしてないよ、お前中で。ジュニアよ、聞き殺欲しい。そんなにちっちゃい。入んなって。揺れすぎだ、揺れすぎだ。ボール、ボール、ボール。押し出し行って。そういうのができるのか。ジャグ。うわー。ジャグしてる。時間気をつけて、ここ穴あるから。やばい、これのとこもある赤こんなとこめっちゃねえ運搬狙わないあえて消すからいいボール素晴らしいスライスライめちゃくちゃ力んでる探しですねよし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 ゼロって初めてじゃね俺らうわおお当たってるね何の枠だよあ、いいボールなんでミスったマジでミスった今のはかなりのちょっと勝ち抜きだけに使われてんの入った入ったほらイエーイ入ったのケースケーこれ油断してたケースケーよっしゃー大丈夫これ2点取る確実に確実に2点打順回すわあれ真ん中あるぞ意味あるぞ見てね意外とキーパーうまいねいやうまいまず1点そのシュートスピードで入るか間が一番難しいからあっ見えやさすがゴリン顔自信持ってろ自信持ってろゴリン2-2ノーアウトノーアウト2-2ノーアウトだよねノーアウトノーアウトノーアウトいやー見ていやーいやーいやーすごい
ナイスナイスナイス。守備変えた方がいいんじゃないの監督。もうボールだよ。あ、いいピッチャーだ。そらそうよ。ワンアウト5対2。キーパーやろ。どうしようもいいじゃないですか。うわあ！6-2。おピヨピヨなってきてんじゃないのピッチャー。あ、やばい。もっと攻めてください。うまい。7-2。ナイスナイス。2点2点。悪っ、ずるいやついる。やばい見えへん、やばい見えへんぞ。おお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 おいや、おっと宣言。行け行け。ぶっ飛んでやる。宣言してきました。これ。うまいね。もうキーパー。おバッターバッターバッター使ってえよ。こいつホームランやぞ絶対。ケイスケ結構ひどいイメージあるぞ。ホームランか。まだあるまだある。しかもこいつだいぶ前から蹴ってた。だいぶ前から。だいぶ前から蹴ってた。はい取れまたね。抑えてこ抑えてこ。ホームランだけやらない。お疲れ様でした。最後だね。結局だ。宣言書だろ、あいつから決めたら。おっしゃ、いけ。なんで俺なら。俺らだったもんな。けい。ナイス。おお。ナイスナイスナイス。ファイボール。おわか。おっしゃ。おわか。終了。ということで7対2でチームリズムの勝利です。怪我してる、怪我してる、怪我してる、マジで邪魔っすね。オキシジンと変わったらもうそれはやめよ、それはやめよ。ということでね、あの第2期ミラーズ始まったんで、ぜひギフトボールチャンネルの登録して見てください。お願いします。お願いします。概要欄に皆さんのチャンネルも貼ってるので、ぜひお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。お願いします。タケル0点やった。